一応私がピンを刺した場所は、あ、マップ上に出てきた。なになに、え、ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、とりあえず前回炎の神獣バルダニアを倒した、ルーダニアを倒したんじゃないわ、炎のカースガノンを倒したんや。そうそうそう、バールダニアは正気を取り戻したよね。倒しちゃいかんいかん。真珠バールダニアはデスマウンテンの頂上でガノン討伐の準備を始めた。よし、ブルドーに報告に行こう。山頂、何うるさいな、祠の音か。これは結構まだ遠かったりするんか？あ、いや、全然遠くはないんか。あそこよね、要は。適当に岩の部分を下っていこう。おったおった。あ、びっくりした。いつでも使えるよ。よう。おお、あんた。ユンボーから聞いてるぜ。あんたすげえな。ルーダニアを黙らせたんだって？大したもんだぜ。まったく、腰痛も治ってきて、今からルーダニアを潰しに行こうと思ってた矢先によ。うわ、なんか最初からやる気がなかったやつのセリフっぽい感じ。これじゃあ俺が奇病を使ったみたいじゃねえか。うん、そうやと思っとるよ、今私は。めっちゃ豪快に笑うね。今笑うとこ？ユンボーもどことなくしっかり仕上がった。あんたのおかげだよ。お、成長したね。それにしても、見てみろい。ん？あー、なるほどね。真珠バルーダニアもおとなしくなっちまって、ざまあねえな。まあ、頭もパックリ開いたしね、なんか。あれめっちゃ不気味じゃない？これでまた、デスマウンテン近くの鉱石を採掘できるってもんだぜ。あれがどういう状況かっていうのは気にならん感じ？そうそう、あんたに礼しなくちゃな。何？何くれるの？よかったら家の中にある宝を持ってってくれや。ダルケル様が使っていた特別な技物だから、きっとあんたの役に立つと思うぜ。これ今まで何もらいよったんやっけ？武器とか？しかしなんだな。あんたもハイリア人なら知ってっかもしらねえが、100年前のハイリアの英傑さんも、大魔の剣とかいう剣を持ってたらしいな。それ私なんすよ。ハイリアの英傑様。その剣は、ここから西の迷いの森に眠ってるって噂だぜ。え、ここから西の迷いの森？ん、絶対嫌な感じの名前やん。なんかね、ありとあらゆる RPG に出てくる迷いの森、やだわ。なんならあんたも探してみたらどうだい？行きますよ。行きますよ、じゃあ。もう寝るとこなんだが、よかったら家の中にある宝を持ってってくれや。はい、持っていきます。どれ？あ、これ？ちょっと見えにくいな、宝箱。巨岩砕き。英傑ダルケルが携えていた最高級の体験。ダルケルはこの体験を軽々と振るっていたが、人間が使いこなすにはかなりの熟練が必要。また両手で重そうに振るやつ。あ、寝るって言ったね。めっちゃゆっくりだな。早く入ってよ。ゆっくりゆっくり。あ、なるほどね。今、夜11時55分なんね。そりゃ眠いよね、おじいちゃん。はい。大魔の剣って。あんたハイリア人なのに知らねえのかい。100年前のハイリアの英傑様の扱う大魔の剣とかいう剣は、そりゃもうすげえ技物だったらしいぜ。その剣はここから西の迷いの森に眠ってるって噂だぜ。巨岩砕きって。もし巨岩砕きをなくしたら、鍛冶屋のブロハンを訪ねるといいぜ。巨岩砕きはユンボーのご先祖様、つまりダルケル様が使ってたやつだぜ。ま、ダルケル様はそいつを内輪の代わりにしてたって噂だがな。うわ、めっちゃ軽々使うやん。え、なくすってどういうこと？要は壊れた時ってこと？
ルードニアは？ルードニアならあれからずっとあのままだぜ。まあ、そうよね。あのビームずっと放っとかんといかんのやろ？あんたのおかげであいつを追っ払うって目がほけたぜ。ありがとよ。大丈夫？なんか、おじいちゃんとかでさ、あの毎日のお仕事がなくなったりとかしたら、急激になんか、正気がなくなったみたいになるっていうやん。要はあの仕事を引退した後みたいな。あのなんか、何？お宿行かないよ。あのなんか生きる意味を失う的な。あ、もうバールーダニアが終わったけん。写し絵の記憶4体の真珠を解放。あ、4体の真珠解放したけん、インパに報告に行くんっすね。いや、でもその前にここから西にある迷いの森。なんか近くに飛べるような場所ある？これか、迷いの森。え？違う？え、でもこれ森っぽいよね。コログの森のこと？迷いの森って。迷いの森っていう名前ではないのか？え、わからん。これかな？なんかこれも森っぽい感じするよね。え、こっちじゃないよね。普通にこの地図で見て、ってことでいいんよね。ね、あの、左下に出てるエラーって何？ちょっとよくわからないんですけど。ワープできるやん。とりあえずこっち飛ぼうや。森やろ？森。キヨウーの祠。とりあえず森に来た。けど？あれは、敵じゃないやつやんね。コログたちか。踊りたい。いたなあ、こんなの。キュンキュン。そのコログの実くれたらお礼にポーチ大きくしてあげるけどどう？武器ポーチ、弓ポーチ、盾ポーチ。武器ポーチが一番大事よね。ん、じゃあ、ないないない。コログの実17個ない。いや、大丈夫です。さようなら。どうせ同じぐらい必要なんやろ？なるほど。まあ、一個とかじゃ大きくしてもらえんわな。え、これじゃない？え、めっちゃフラッとやってきたけど、これじゃない？なんかね、遺跡っぽい場所あるなと思って近づいてったら、剣刺さっとんやけど。そういうことやんね。え、やった。あっとったやん。おそらく。リンク、あとを託します。記憶が蘇りよる。あなただけが最後の希望。どうか。私だけじゃないよ、ちゃんと。英傑さんたちの魂も。え、なに？うたた寝しておったようじゃの。木が喋り出した。主はリンクです。おお、やっと現れた。うたた寝ってもしかして100年ぐらい？100年の時、主がここを訪れるのを待っておったぞ。させん。いささか待ちくたびれてしもうたがな。ここにワープできたってことは今までに来たことあると思うんやけどね。やはり覚えておらぬようじゃな。もしかしてその時この剣も見とったんかな。そんなことはない。このハイラルを見守り続けるもの、皆からはデクの木と呼ばれておる。デクの木？よ、おう、それは太古の女神が作られた武器。選ばれし騎士のみが持つことを許され、デクの木、厄災を打ち倒せるという大魔の剣。時のオカリナとかにデクの木出てきた？ それを手にしておったのは他ならぬ、なんか
どこやったっけ。だが気をつけろ。まあ森なんか喋る気んおらんかったんかな。私の記憶違いか。何ここでもまたなんか試練的なものがある。今の主に果たしてそれを。あ、要は早い段階でこれを発見しとったとして、もし主が衰えたか。何なんか再現してくれよる。かわいい。要は4体の神獣を解放する前にやってしまったら抜けんっていうことなんやね。多分ストーリー上でここの話が出てやっと抜けるようになるとかそういうことなんやねん。じゃあ私この辺あんまりうろついてなかったってこと？絶対すぐ見つけれる場所にあったよね。この剣を抜きたければ己の誠の体力で挑まねばならんのじゃ。誠の体力とは？果たして今の主に抜けるかどうか、しかと見届けさせてもらおう。何、怖い。メインチャレンジ、勇者の剣。え？誠の体力？要は、あれかい？失われる体力とかが、数が決まっとって、それより多い。この体力を得てなかったら死ぬということですか？これ死んだらどうなるんやったっけな。セーブしたところからやり直しになる？嫌なんやけど。嫌なんやけど。さすがに、あ、でもミファーの祈りあるしな。抜く。何？長押し。ほら、めっちゃ失われよるよ。大丈夫？どれぐらい体力あったらいけるやつこれ。あ、もうちょっと多分。死んだ。あ、いけた。大丈夫？剣を引き抜いたと同時に。てか今体力なくなったけど。クリアなのこれ。パタって倒れない？なんか正気に満ち溢れた顔してるけど、今体力なくなったはずですけど、何？どういう？とりあえず条件はクリアしてたのか？と見せかけてとかない？いつの日か、あなたの主がここを訪れるまで待っていてください。ね、ボロッボロ。あなたの言うように、長い眠りが彼の記憶を奪ったとしても、この剣は会話ができるの？あの人はまたきっとあなたの前に現れます。この剣ピカピカに磨いておいてくれたんかな。アイラルの姫巫女よ、そなたこれからどうするのじゃ。ゼルダ姫もボロボロやな。剣がマスターソードが教えてくれました。私にはやることが、まだやれることがあります。うん、強うなられたの、姫巫女。デクノキ様、いつの日か彼がここを訪れたら。ゼルダ姫ってもともと強くない？私はさてさて。だってゼルダ姫兼シークやもんね。めちゃくちゃ戦えるよね。口よりこそ紡がるべきではないか。めちゃくちゃ戦えるよね、姫。なんで自分で戦わんのかな。なんならリンクより強いのではって思うけど。これってこの時点でガノンは倒れてないってことなんよね。ストーリーがよくわからねえな。またか、そのリンクが復活した時にこれを使ってガノンを倒してもらう的な感じってことやろ。ピッカピカになっとる。
あれやないん、うん、地面からデクの木の生命吸い取ってない。100年前のこの場所、その剣が主の手を離れ、ハイラルの姫巫女によってこの地に運ばれた時の出来事よ。なぜそれを私が今見たってわかるんだ。あの娘は今もハイラル城で懸命に戦っておる。戦ってはいるのか。主が必ず来てくれると信じてな。要はピーチ姫みたいに囚われとるだけじゃないってことやね。いや、まあピーチ姫もいろいろね。ピーチ姫のターンでめっちゃ動き回りよるけど。ゼルダ姫がなんかそんな笑いよるみたいな感じの、あんま見たことない気がするな。マスターソード、伝説の大魔の剣。これ攻撃力めっちゃ下がるけど大丈夫？輝く闘神には薬剤に対抗し得る聖なる力を宿す。剣に選ばれし勇者だけが手にすることができる。まあ、要はでも、メインクエストみたいな感じやった剣、手に入れんことには話は進まんかったんかな。ストーリー上必要なものってことか。まあ、マスターソードやもんね。うん、その剣の名は、マスターソード。薬剤ガノンや奴の怨念を帯びし者に対したとき、聖なる光をまとい、真の力を発揮するじゃろう。攻撃力30以上ちゃんと出る？だが、過信は肝っちゃぞ。無駄に振り回せば傷つき、いずれ使えなくなる。そうなれば剣の回復を待たねばならんのだ。100年来の主の相棒、大事に使うことじゃ。主を待っておる者のためにもな。じゃあまあ、普段使いはせん方がいいってことか。これデクの木とは話せるようになった？また寝た？何撮るって。姫静か。かわいいね。花の名前か。デクの木穴開いとるよ。大丈夫？かわいい。見た目はかわいくないけど。デクの木中入れるやん。この子たち住んでるの？何何何？クエスト？ピカピカのあれ。わ。もしかしてもしなくても勇者様？わーい、勇者様が森に来てくれた。勇者様強くなるための試練。ピーカン考えてみたよ。戦わないし、怖くもない。だけどちょっと慎重さが必要なこと。何それ？あのね、ルミー見てみたいな。ルミー？暗いところでピカピカ光る。ピーカンくらいの青い生き物。生き物？え？戦わないんだよね。絵でも何でもいいから、ルミーを見せてほしいな。ルミー。ほう。さすが勇者様。ピーカンのお願い聞いてくれるの嬉しいな。まあ、一応引き受けるだけ引き受けとこう。よくわからんけど。どこにおるのそれ。あのね。どこにいるかは知らないけれど、ぴっかり光るすばしっこい生き物。それがルミーなんだって。どんだけ光ってるんだろう。気になるよね。ルミーを見せてくれたらお礼をあげるね。頑張って。ピカピカのルミー試練。かわいい。めっちゃひらがな。ほう、ピカピカのルミー。知らねえな。でも敵ってことよね、きっと。これは焦点ですか？あ、そういうことやんな。ふんふん。何？暇を潰すって。あ、そういうことができたんか。なるほどね。ピカピカのルミーやって、最初ルピーと間違えとんかなって思ったけど、生き物のことらしいね。何なんだろうか。お、これもやん。ハイラルの勇士様であるお主に、みんなで試練を用意したじゃも。みんなで？用意しなくていいよ、大丈夫だよ。かわいいね、なんか、イチョウの葉っぱ、仮面にしとる。マスターソードを抜いたお主にはいらんかもしれんが、今よりもっともっと強くなれる試練をみんなで用意したじゃもん。そんな中でもこのコログの森の長老であるわしのとっておき。あ、あなたが長老さんなんですか。コログ試練に挑戦するじゃもん。コログ試練って何？安請け合いしないお主、用心深いじゃもん。コログ試練とは、
コログの森に眠る祠を巡れば一人前になるという修行者も。コログの森に眠る祠、この森の中に祠がいっぱいあるってこと？伝説のユイ様に習ってコログのみんなもやる儀式じゃも。ほう、コログのみんながなぜ伝説の勇者様の試練を。わしもボックリンもあいつもこいつもデクノキさんもやったんじゃもん。え、デクノキも？マジで？すげえな。てか動けるんやデクノキ。え、後半嘘じゃもん。何そのすぐバレる嘘。デクノキ絶対動けんやんね。人面樹的な感じで動き回る時代があったんかなってちょっと一瞬思ったやん。ひとーつ。南西にある操りの力の試練。操りの力。二つ。北西にある初めての試練。初めて？三つ。東にある燃えずの試練。すべての試練を制覇し、立派な勇者を目指しても。これって今までには？初めての試練とかやったらさ、なんか一番最初に攻略するべき祠とかそういう感じなんじゃないん？違うんかな？すでに制覇しとるとかない？ついでに豪華商品も用意してるじゃもん。何それ何それ。欲にまみれてもよし、使命に燃えてもよしじゃもん。そこはどちらかというと欲にまみれる方よね。で、するじゃもん。まあ、一応受けとこう。安受け合いする。受けてクリアするかどうかは知らん。よし、頑張れじゃもん。ミニチャレンジ、コログ試練。違う。とりあえず何？南西？南西にある操りの地、なんて。祠と深いつながりがあるというが、深いつながりっつうか、普通に祠の試練じゃないの？違うの？これじゃない？違うんかな？南西。なんかこの辺っぽい感じするけどな。一応スタンプしとくか。で、向かいます。ちょっと方向がわからん。向いてもわからんか。逆方向っぽいな。こっちか。とりあえずこっち方向に進んでいこう。一応、私がピンを刺した場所は、あ、マップ上に出てきた。なになに？え？なに？ん？なんかちょっと前に戻されたな。霧の深い場所には行けないってことなのか。これ以上進めんやん。あ、試練はこちら？おや、ハイリア人がコログ試練を受けに来たぞ。いいのかな？まあいいか。これからのコログ試練受けてみる？あ、え？そういう感じ？祠があるんかなって思ったんやけど。コログから受ける感じ？はあ、受ける。これが南西の試練かな。わあ、すげえ、本当にやるの？行ってみるもんだな。それともこれはこれでまた別？そんじゃ、ここの試練について説明すんね。なんと、霧に迷い込まないように進んでいくだけだよ。簡単でしょ。私さっきから何回も戻されてるんだけど。すでに失敗する気配しかしない。あれ？なんかすごい不満そうな視線。大丈夫。手がかりはちゃんと用意してあるよ。まあ、ヒント、見分け方みたいなの教えてもらえれば。鉄を喰らう木が道を示す。それを見極めるは操りの力。あ、やっぱこれが、あれやんね。さっき長老様が言いよった試練やんね。操りの力。うん。で、これが南西の試練か。鉄を喰らう木？なんか、鉄が食い込んどる木があるとかそういうことか？操りの力。あ、あれじゃない？マグネキャッチのことじゃない？違うかな？鉄やし。ほら、かっちょいい言葉でしょ。よく考えて進んでね。そういうことやろ、きっと。一応、祠チャレンジに含まれるのね。操りの試練。
これか、なんか鉄の玉みたいな入ってないこれ。ちょ待ってね、待って、長時間は無理なんですね。はい、え、でどうすればいいんこれ。え、あ、別にあれか、これで鉄が入っとる玉を見つければいいだけで、別に抜く必要はないってこと。なんか今こっちも反応しとったよね。ってことはまたここでマグネキャッチ使って、え、これの次はどこですか。鉄の木はいいんやけどさ。ウェーイ。え、違うやの。え、てかこれはどこにたどり着けばいいの。あ、なんか抜けたっぽくない。あそこにおるのコログの妖精じゃない。え、違うか。ね、なんかあれ。あれ、うん、抜く。もう、そういうのいって。なんか盾あるよ、盾。復活すんな。はぁ、あ。よし。頭なくなっても体動くんかい。でも、もうどうしようもなくない君。なるほど。しばらく待っとったら消えるんか。ここゴールってことよね、きっと。錆びた盾。よいしょ。盾ポーチいっぱいなんですけど。え、この盾いる？盾ポーチ。でもあれか、同じ盾いっぱいあるけん。とりあえず、ダイヤのマークついてないやつ。え、これで、違うんすよ。ちょっと待って。盾ポーチ。一旦捨てて、錆びた盾。これどうするんだ？ここに捧げるとか？蘇りし魔物たちの守る古びた盾を我が家に捧げよう。そういうことやね。ふんふん。この中に入って捨てんといかんのやな。よしよし。ほい。で、OK？ あ、宝が吐き出された。あー、で、やっぱそっち行かんといかんのや。あれはまた次の試練？ちょっと待ってね。さっき捨てた、ちゃんとした盾。これか。拾っとく。ちゃんと拾っとく。んで、このお宝ね。琥珀。あ、やっぱこれも試練っぽい。あ、もしかしてこの中に琥珀を捧げるってことかな。我が宝箱を捧げよ。宝箱？開きましたけど大丈夫？中の宝ではダメ？ね、空っぽになった宝箱でも大丈夫？欲を出したらいかんかったとかある？とりあえず箱捧げとけば大丈夫かな。あ、大丈夫っぽい。よかった。中身はいただきました。え、なに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 ？空っぽの場合は化け物が出てくるとかそういう。あ、祠？祠や。なるほど。操りの力の試練コンプリート。え、コンプリート？コンプリートなの？あの祠までクリアしてやっとコンプリートじゃなくて？ま、でも出てきたしな。行くか。祠を訪れし者よ。我は君知らじ。
試練をくぐり抜け、よくぞここまでたどり着いた。君シダジの祝福。あ、要はあれか、外のが試練で、もう中は宝箱があるだけってことか。なるほどね。そういう感じの祠もあったっけ。ふんふんふん。やったー。あなたが君シダジだね。あの、久々この感じ。おったね、なんかああいう干からびた老人みたいなの。古代の巨大なコア。古代の技術で作られた巨大なエネルギーの結晶。これほど大きなコアは滅多に手に入らない。研究者ならば使い道がわかるかもしれない。研究者とかなんかおったんやっけ。君シダジさん。え。何？解放できた。よくぞこの祠までたどり着きましたな。あなた様こそまごうことなき勇者。今こそ女神ハエリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。あ、なんか証とかあったね。この証って何に使えるんやっけ？なんか証何個か集まったら、何かあったような気がする。克服の証、試練を克服した者だけが授かることのできる勇者の証明。これで我が役目は終わる。女神ハエリアの加護があらんことを。ありがとう。この克服の証、これが何個か集まったらハートが増えるんやっけ。